皆さん2022年明けましておめでとうございます、フィッシュマンズ新春 YouTube 配信俺たちの決起集会が始まりました、皆さんお元気でしょうか。フィッシュマンズリーダーのドラムス茂出欽一です。ハッピーニューイヤー。聞こえてきましたね、もう全世界から、ね、ハッピーニューイヤーの声が聞こえてきましたけれども、ここからはねフィッシュマンズの一番新しいこととか、それからメンバーともいろいろ喋っていきたいと思いますけれども、じゃあ早速この方と一緒に進行していきたいと思います。はい、ボーカル原田一子。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。お邪魔します。これちょっとテンション高いですかね。いやちょっともう鳥肌が今鳥肌が嫌すいません、座りますか。口ずさむ歌は、ね、口ずさむ歌はね、はい、何台茂出欽一拍手ダーツダーツダーツギターダーツというかね、座りましょうか。あ、ちょっと聞こえてる。あ、ちょっと聞こえてる。これのねボリュームちょっと下げといた方がいいね。そうだね。うん、OK。あ、いっぱい拍手をいただいています。あ、すごい。本当だ。すごいいっぱい拍手もらってる。わあ、嬉しい。すごいね。欽ちゃんのアシスタントで今日は横でお邪魔します。何をおっしゃいますか。もう今回も本当にこの素晴らしい場所を提供していただき、ね、ありがとうございます。ようこそ。本当に、ね、うっすうっすじゃあ原田一子ちゃんと一緒にトーク進めていきたいと思います。はい、今日はねメンバー勢ぞろいしてるんで、前回去年の4月の21日ちょうど30周年の記念日の時はちょっとね4人ぐらいで4人でやったんね、やったんですけども、今日は年も改まってフルメンバーでフルメンバーでやりますのでね、後ほどライブの方もやりたいと思いますので最後までお楽しみください。投げ銭も待ってるということで、はい、もう早速さっきね投げ銭が入っておりましたよ。いや、いっこちゃん今え嘘1000円入ったねちょっと値段が見えちゃうお待ちしてます。ありがとうございます。引き続きお待ちしておりますということでね、じゃあいっこちゃん改めて、はい、2022年もよろしくお願いします。お願いします。ね、いうことで去年の2021年、うん、どんな感じの年だったかなみたいな。そうですね、やりたいことができなかったりやれるようになってきたり、うんうん、なんかそうね落ち込んだり嬉しいことがあったり、うん、その差が去年一昨年もでしたけど、さらにこうコントラストが強い、ね、1年だったかな、うんうん、どうですか欽ちゃん。いや僕もそんな感じだよ、うん、もうライブができる日はとにかくもうただただ嬉しいんだけど、うん、あのフェスが中止になっちゃったみたいなことになった時にね、うん、結構割とうわーっていうあの感じね。そうだからちょうど去年の今頃とかはまだこんな風にみんなで、ね、そうだね、集まったりできなかったから、うん、確かに今日はもうそれだけで嬉しい、ね、あ今日のスタッフの方がね、うん、映像チームのすごいですね。すごいです。これは 8K ですか映像はちょっと映しすぎないように8K は 8K はね、 8K はちょっとやめていただいて、もう本物以上にリアルになってしまうということでね映像チームが、映画のね小島監督となんとすごいですよ。映画制作チームの撮影班がもう勢ぞろい今して我々を映してくれてますと、はい、そして川村健介監督も監督一緒に今日はスイッチングをしてくださっております。ね、川村さんは、フィッシュマンズの95年から98年の、うん、我々のミュージックビデオすべて関わってくださった監督ですけど、すごいですね今日は。もう豪華豪華。そして豪華です。音響配信は西川一三さん。おお、へーもうねすごいことになってます。嬉しいですね、みんな勢ぞろいしてくれてね。勢ぞろいです。はい、じゃあいろいろ
始めていきたいと思いますけども、はい、いきますか早速。今日はです ね、うん、実は皆さんにフィッシュマンズのメンバーとメンバーに聞きたい質問、うんうん、もしくは人生相談、はい、あったらという募集をしてまして、うん、早速いいですか。人生相談すごいね。質問事項もたくさんあるってことですね。いっぱいあるんですけど、うんうん、ちょっと一つ目ね、ちょっと待ってね、見つからないな、うんうん、どれだっけ。大丈夫よ大丈夫。金ちゃんに聞いてみたいこと、うん、姉御さん、はい、ロングシーズンの最後の方でと歌っているのが誰なのかずっと気になってます。あれはどなたですか。って多分あーってやつだよね、あれね。そうか、もしかして関口さんじゃないかと思ってるんですが。なるほど。じゃあ関口さんのをちょっと後で聞いてみましょう。検証。じゃあそこでその時に正解を言ってみましょうか、ね、関口さんなのかどうなのかっていうね。了解で、わかりました。じゃあそこの答えは後ほどということで、じゃあちょっとメンバー呼んでみましょうか。はい、うん、いきます。それではいきましょう。キーボード博士、拍手。キーボーディストの博士です。いやどうもどうも。いやいやいや、映画に出た方ですね。そうですね。あれからもう撮ってから3年ぐらい経ってるのかな。いやもう2年ぐらい、2、3年、あ、2、3年ぐらいか。夏だったもんね、2000、うんうんうん、そっか、そうだね、うん、お話とかを僕らがしたのはもう2019年のことか、うん、そうかね、もう20年にはね、コロナになってたもんね、20年の夏とかはね。そうそうそう、その直前だね。そうだね、うん、そうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、博士は、あ、そうだ、博士はね、先にインフォメーションしておきたいね、はい、去年博士最新のソロアルバム、ね、うん、リリースしました。イエイ。アルバムタイトルが、レリシャインレリシャインレリシャインというアルバムで、まあ、これは一昨年かな、コロナ禍が始まってちょうど、2020年の3月ぐらいから始めて、まあ、たまたまそのコロナと一緒になっちゃったんだけど、まあ、その中でこう、まあ、時間が結構ねあったんで、その中で自分で何かやっぱ形になるものを残したいなと思って、ね、そのソロアルバムの制作に勤しんでおりました。じっくりと、ね、博士がソロアルバム出してからもう20年ぐらいだっけ。そうだ ね、あの博士さんっていう名前で、うん、そうだそうだ、ソロ活動してて、うん、今までアルバム9枚出してます。すごい。であと、カバーアルバム1枚、うん、サントラ2枚、うん、ベストアルバムつながって、うん、それは1枚っていうことで、うん、ね、常に、はい、ね、常に音楽活動をね絶やさず、そうだね、やっぱり姿勢がいいね、動き続けてないとね、ミュージシャンはね、うん、あの、まあ、今回のアルバムのレリシャインっていうのは、あの、まあ、輝けっていうことで、うん、あの人をやっぱりそれぞれが輝いてたら、あの世界も平和になるし、自分も、うん、あの幸せになれるなという、うん、まあ、そういうメッセージも込めつつ、うん、まさにまさにそうだ ね、うん、はい、そんなね博士、まあこれみんなにも聞いていきたいと思うんだけど、映画でね、みんな本当に映画フィッシュマンズの中でこういろんなことをこう語ってくれたじゃないですか。そうだね、うん、思いよ ね、うん、実際こう今振り返って映画完成して、なんか博士自身は今どんな感想を持ってるかなみたいな、ね、そうだね、あのフィッシュマンズの中のなんかこう周期みたいな、第何期みたいな、うん、一つあれで、あの映画でみんなこう思いをね集めたことで、こう一つこう、あの時期が終わったっていうか、スパンが終わったっていうの、うんうん、でこれからまた2021年からまた新しいフィッシュマンズが始まるんじゃないかなと俺は思ってるんだけど、わかる。なんか僕も映画見終わった後にこう、はい、なんかいろんな、何と言えばいいのかな、言葉にはしづらいんだけれども、うん、何かこう気持ちが一つこう型がついたというか、そうだね、何かこう、うん、こう荷が下りたような感じというか、そう、それはある ね、うん、ね、うん、みんながきっとね、本当に
カメラの前であれだけ語ってくれたのを見て、なんかこれですごく一つすっきりしたというか、そう、ね、なんか次のステップに、うん、なんかあチャプター開けていいんだみたいな、うん、そういう気持ちに僕もすごくなりました、ね、うん、やっぱ言葉って大事だなと思うね、うんうんうん、そう ねなんか ね、 伝わるね、そうそう、あの頃そこまで語んなかったことがなんかね改めて映画でいろいろ語ることによって、そう、 そうかそんな気持ちだったのかとかね、そういうことを本当にすごく思って、まあそれがバンドの魅力でもあって ね、うん、そうね、またね、うんうん、今こうやってみんなで集まれてるのも本当に本当にかけがえのない時間なんだなってこと、うん、そうだよ、今日最高だよ、だってみんな揃ってんだもんね、えゆずるくんも ね、 あのね、関口さんも来てくれて、みんないますよ、ね、今のライブメンバーが全員揃ってるんで、ね、それでもうおめでたいっていう感じかな、ね、2022年始まりました、はい、って感じで、なんか一個ちゃんのところは、はい、いいですか、届いてる、じゃあ博士さんに一つ質問を、あ、高瀬さんと金ちゃん、じゃあお二人に、うん、京子さんからです、はい、映画見ました、メンバーファンの方々のフィッシュマンズへの思いが強く伝わってきました、素晴らしい映画を作ってくださりありがとうございます、こちら世界での公開予定はありますか、世界中の人たちに見てほしいです、世界も待ってます、おだよね、ね、うん、世界中の公開予定はこれありますね、お、そうなんですか、ありますでいいですね、これね、あります、あの今日はプロデューサー の、 あの酒井さんも、あ、そうですね、酒井さんも、ね、いらしてます、今大きくうなずいてらっしゃる、あ、ちょうどねタイムリーで、はい、そう、その話で言うと映画フィッシュマンズ7月の9日、去年の7月の9日から公開されてるんですけど、まだまだ公開が続いていて、今年に入ってからは恵比寿の東京都写真美術館1階ホール、あ、都内でやってんですよ、1月2日から16日の13時半から、ね、これまで15日は手嶋監督も舞台挨拶されるということで、素晴らしい、そう、恵比寿で公開されてます、それから柏、これは柏、千葉県だね、柏、キネマ順報シアターですね、ここは1月の22日から28日まで、さらにこれ最新情報だと思うんですけれども、下北沢、お、下北沢 K2、 小田急線下北沢駅南西口、南西口前か、南西口前に新たにオープンするミニシアターで公開が決定と、お、素晴らしい、すごい、はい、上映期間が1月24日から2月3日ということで、ここはねさっきあの小耳に挟んだんですけど、英語の字幕がつくということで、英語の字幕がつくということはこれあの世界公開を前提にした映画ということでいいですね、そうだ ね、 それは素晴らしいね、すごい ね、うんうん、ね、下北沢でこれ博士一緒に見に行く、下北沢これ行こうかね、もう結構見たけどね、え、下北沢でちょっとフィッシュマンズ映画見たいね、下北だからこそ ね、 ね、フィッシュマンズのこう割とねホームタウンっていうか、そうなのよ ね、 ね、佐藤ちゃんがあちこちに座ってた、うん、下北沢みたいなね感じで、下北沢の K2 で1月の24日から上映されるということだね、はい、ぜひ皆さんいらしてください、ね、いらしてくださいということで、そろそろ持ち時間俺終わりかな、あ、博士すごい、あの、もう一個質問、時間気にしてくれて、もう一個質問いいですか、はい、お願いします、じゃあ博士さんと金ちゃんに、これぞ柏原ゆずるのベースと思う曲、演奏かっこライブを教えてください、あ、そうだね、俺に言わせれば全てかな、うん、あれ、おー、かっこいい、あれ、あれは真似ができないと思います、誰にも真似ができない世界です、うん、ええ、うん、痺れたね、もう僕は答えなくていいです、今の回答が全てだと思います、う、うん、ワンアンドオンリーだよね、本当にね、本当そうだね、うんうん、でも本当にあの、うん、映画と一緒であの、世界に誇るというか、そう、世界的なベーシストだと思いますよ、うん、ね、本当そうだよ ね、うん、ね、ということで、はい、素晴らしい回答をもらったところで、じゃあ博士また後ほど、はい、演奏でプレイで ね、 ね、うん、博士あの、うん、もしかして BG とかあの演奏してくれてもいいよ、あ、本当、うん、あ、分かりました、どっちでも、あ、ちょっと、うん、ちょっと休もうか、そうね、あとでねやってみます、自由に、うん、
自由にちょっと待っててください、うん、後ほど、はい、後ほどよろしくお願いします。どうもありがとうございます。キーボード博士かっこいいね。博士の回答がかっこよかった今ね。しびれた。しびれた ね。なんかコメント来てますか？あちらのチャットは。コメントね。いっぱいだ。いやでもめちゃ拍手。拍手来てますよ。うんうん。あ。うん。あれだね、海外の人に説明してくれてる。うん。英語の字幕もカミングスーンだよみたいなことをね。うん。ねえ。ほらベースがゆずるじゃなかったら聞いてないかもしれないみたいなことも書いてあってね、すごいですね。いいね、こうやってリアルタイムでなんか見てる方たちとも会話してるような感じってね、いいですね。続いて、あ、映画に出た方ですね。メンタさん、マネージャーの上田さんが今コツンコしちゃいました。映画に映画に出た方がもうすごいすごいいいことたくさんね言ってくださいましたけれどもね、みんな集まってます。それでじゃあ続いては行きましょう。ギター部を呼び込みたいと思いますけれどもね。That's 関口。そして小暮慎也。これからね、もう今日到着してからずっと撮影してますね。もうね。間違えました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。ね、先輩。いや濃いですね、この二人は。めちゃめちゃ濃いですね。本当にね、すごいですね。お二人は、まあ、去年はほとんどねみんなで会えてなかったから ね新年会もできないぐらいで ねどんな風に過ごしてた？なんかぼーっとしてました。でも小暮くんはヒックスビルもやったりとか。でも、うん、そんなにはできなかった、うん、そんなにはできなかったか、うん、できなかったんですけど、うんうん、まあ、うん、ライブはやったり、うん、ですかね、ですかね、うん、ね。あとは、まあ、フィッシュマンズの映画を見たり、あ、ね、映画を見たり、映画を見たりね、映画を見たり、映画を見たり、お、関口さんのプライベートってみんな気になってるよね。ね、最近なんだけど、うん、花を育ててます。おお、来た。花を育ててる。あんまり全然関係ない話。いやどんなお花ですか？聞きたいですよ。ビオラっていう花なんだけど、うん、パンジーに似て初心者向けの花なんだけど、それを育てるのがすごいもう好きで、もう一からその土を選んだりとか、そういういやそんなねマニアックな感じじゃなくて、うん、水やり10年とか言われてる、水をやったりとか、うん、剪定したりとかね、お、うん、それがもう今一番下手すると音楽より好きかもしれない。すごい、そこに夢中になってる。愛が芽生えちゃって、もうものすごい、それは静かに水やりをしたりとかしてんの？それもなんかこう話しかけたりとか、心の中でね、うん、話しかけるから。今日ちょっと元気ない ね。あで人と同じで、うん、一つ一つ違うんですよ。おだから、まあ、日向に置いても元気ない人もいるし、うんうん、結構逆境にねあっても、うん、こうパリッとしてる子とかもいて、まあ、そういう子たちに、なるほど、人と一緒だ、確かにね、うん、かけるのが、ね、すごい面白、地味に面白くやってますね。そういうところにすごい楽しみを見出してますね。すごい、これ初めて聞きましたね、うん、初耳ですね。いや本当最近なんですよ、うん、ようやくだからなんかね、去年いろんなことあったじゃないですか。ありました、うんうん、でまあその話は私はやめとくんでちょっとねでそれは一番初めのギターでちょっともしかしたら表現 してたのかもしれないし、それは分かんないですけど。なるほど、ギター表現に今花を育ててることがすごい影響してるってことだ、う
いや、そう、去年の話、うんうんうん、まあ花の方はやっぱりもうちょっとあと 2,3 ヶ月経たないと影響は出てこないかもしれないやっぱ面白い人ですね、うん、まあ、そんな感じでそんな感じですね本当にこの2人はもう独特も独特ですけどね、本当にね。一個ちゃん何か届いてますか、うん、めちゃくちゃ届いてます。届いてる、いいですか、うん、じゃあ、ギター、トランペット、鍵盤さんからです、はい、今年の春から社会人になる大学4年生です。私は物事に集中することが苦手で、就職してから自分は学生の時とは違い厳しい仕事に集中できるか不安です。皆さんが集中が途切れそうになった時に行っていることはを教えてほしいです。お、はい、お、小暮君、小暮さん、集中が途切れた集中途切れた時はもう集中しない、まずね、お、まず、まあ、まずしない、やめ、集中やめます、うん、そしてですよ、うん、そっからだよね、そっからコーヒーを入れる、おーコーヒーを、豆をこうあのね、引くとこからやって、うん、こうちょっとやっぱ時間がかかるじゃないですか、うん、豆引いて、それで自分でこう自動じゃないやつが作ると、うん、その時間の間になんか忘れちゃうんですよね。なるほど。ちょっとあのごちゃごちゃしたこと、完全に今やってることをオフにしちゃう、うん、リセットできるの、そのほんの10分とか15分ぐらいの間なんですけど、うん、お湯沸かしたり、うん、そう、なんか不思議なんですけど、うん、それでしかも美味しいものが飲めたりね、うん、してちょっとくつろげるし、そっか、僕はそうやってなんかこう気分転換というか、まあ、場面転換みたいな、うん、ちょっと一息の時は、おー、いいね、コーヒー、あ、すごいいいなと思った。僕でまた頑張ろうかなみたいな、さっきやってたことみたいな、ね、さっきまでなんだっけみたいな感じで、うんうん、まあ、一からになっちゃうんですけど、でも、まあ、そういう使い方というか、まあ、もうコーヒーいいなみたいなことに、うん、まあ、ちょっと最近は気づいたり、いいね、うん、いかがですか、入れてくれてるもんね。あ、そう、リハーサルでね、うん、いつもフィッシュマンズのライブ楽屋で、ね、リハーサル休み時間にね。そう、今日ちょっとね、あの持って、まあちょっとね、こういう、あ、今日入れてもらってない、まあちょっとね、こういうご時世なんで、なんかね、あの、あ、気も使うかなと思いまして持ってきてないんですけど、いやいやいや、でもまたいい豆入ったんで、うん、お、いい豆入りましたいい顔する、ま、豆の商人みたいな、今もう豆とカメラだけなんですけど、今夢中になってることがでもあるね、ちゃんとね、みんなね、そうですね、楽しいことを見つけるっていうのが、まあ一番、うん、なんかこのご時世一番良かったことだなという、なるほど、まあ、楽しいことが、うん、そうね、うん、あ、なんか楽しいこと見つけるって言えばアナログ聞くのもいいよね、レコードですよね、レコードね、ちょっとちょっとちょっと、え、フィッシュマンズデビュー30周年記念企画第3弾ということでね、イイ、アナログ版が出ます。3月30日に LP レコード、これがですね、うん、3枚出ます。今まではね、オリジナルアルバム初期の、はいはい、うん、チャッピー・ドント・クライ・キング・マスター・ジョージ・ネオ・ヤンキーズ・ホリデーがあって、で第2弾がオレンジとホー・マウンテンとあったんですけど、うん、今度3月に第3弾 LP レコード、まずね、コーデュロイズムード、お、名盤、ね、4曲入りの、はい、ミニアルバムですけれどもね、それからゴーゴーランドディスワールド、お、名盤、マキシシングル94年の、知ってます、ね、はい、そしてこのマキシシングルメロディー、これも名盤、名盤しかないです、ね、このやばい3枚がついに出ちゃっていい、マキシいいんだよね、あの普通だから、あの、うん、アルバム、あの普通のフルアルバムを、うん、あのみんな知ってるけど、マキシが結構いっぱい出てて、それいいんですよ。マキシとかだと曲数も割と少なめだから、アナログ的には、うん、あの溝の隙間とか音いいんだよ ねとかね、今までで一番音いいかもね、かもね、最新のリマスターハイレゾリマスター音源ですか、あ、じゃあ一番最高のブツが、ね、はい、ブツが言い方かなこれ、いや、いいじゃん、いつもの感じで、ギター部なんでちょっと許してください ね、そういう感じですよ、すいません、うん、どうぞ、この2人もね、またこうやってやばい、ね、一緒になれて激やばブツがね出るんで、みんなゲトってください、はい、大丈夫ですか、あ、もうそうそう時間です、あ、そう、あ、来た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 、
じゃあ早口でどうしよう、もうゆずるさん、これぞゆずるさん、聞いてみようか、そのもう一つ、もう一問、あ、違う質問ですか、ね、どうしよう、じゃあ、 あの疲れを抜く、陸上部に入って休みが全くないというゆうなさん、疲れを抜くにはどうしたらいいですか。疲れの抜き方、疲れの抜き方、まあこれは僕はですねまあコーヒーと言いたいところですけどまたコーヒーだねあのまあ本当に何もしないとにかく寝る、風呂だね、風呂、風呂、はい、風呂入りましたそれそして食べるバン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 つって風呂入れ、なるほど、もうギター部なんかもう その辺は分かりやすいんですね、もう潔く、もう当直のように、分かりやすい、はい、分かりました、じゃあまた後ほど演奏でお会いしましょう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ダーツ関口小暮慎也、拍手、ありがとうございます、いやーやっぱすごい、司会ってすごいね、全然もっと聞きたいことあったけどね、あっという間に時間が、時間がねどんどん過ぎちゃ う, う、ね、お、あ、上田さんです、上田さんです、フィッシュマンズマネージャーの上田さんです、ね、あ、そうか、ね、次の方今ね来てくれますから、もう呼んで大丈夫ですかね、はい、いきますよ、やっとやっと今日本当に久しぶりに会えますけれどもね、え、呼びますね、はい、オンベース柏原ゆずる、どうもですあれあら、あら、もうね、ね、久しぶりだね、久しぶりそういうところから入るんだよね今日 ね、はい、久しぶりだね、はい、ずっとまあ LINE とかでねちょこちょこ話とかはしてますけど、うん、本当に全然会えてない、あれだ、去年の4月 の、 あのここでやった時の、うん、コメントもらいに行ったゆずるにね、ああそっか、うん、あと、まあ、僕は『スッキリ』とかで見てるけどね、あ、すっげえテレビで ね、 うんね、すみません、きちゃんはね、ありがとうございます、はい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 、もうおかげさまでいろいろね、いろいろ出させてもらってますけども ね、はい、ね、ほっとしますね、なんか、ね、はい、いつもの感じですねこれね、うん、座りますか、座りますか、座りましょうか ね、 ね、はい、ゆずるは調子はどうですか最近は、調子ね、あの調子ね、まあ、皆さん金ちゃんとか知ってるけど良くないんですよどうだ、ね、これがまたなかなか正月早々申し訳ないんですけど、なかなか正月早々なかなか大変です、ねね、あの年末からちょっとね、あの、まあ、ちょっとリアルで言うと引かれちゃうから、まあ、ちょっとある病気でちょっと入院してまして、いやそうなのよ、うん、実は、はい、びっくりしちゃってね、うん、みんなでね、だから今日ここに来てもらえて本当に良かったなと思って、大丈夫だよね、まあ、リハーサルもね、うんうん、無事に終わりましたけれども、はい、うん、大丈夫です大丈夫ですね、はい、ね、まあ、リアルでなんか心配してくれるからちょっと、いやめちゃめちゃ心配したよ本当に、ね、うん、だって、ハッピーバースデーってさ、うん、LINE 送ってくれた、そうそう、ゆずるが12月20日誕生日なんで、そうそうそう、ハッピーバースデーって送ったら、みたいな、送ったらごめん、あのこんな誕生日を僕は病院で過ごしていますとか書いて、びっくり、本当にびっくりした ね、うん、そうね、本当にね、うん、そうなのよ、なのでちょっと今日はあれだね、ゆずるとはあのフィッシュマンズの最新インフォメーションを一緒に話そうかな、ね、その辺ね、俺もう本当にあんまり分かってないおじさんだから一緒にこう聞いてびっくりする一緒に学んでいこうか、一緒にねびっくりする感じでお願いしますはい、はい、ですね、我々そうだ、今実はね、まあ、いずれもちらっと喋ったかもしれないけど、あのフィッシュマンズのアーカイブ音源ね、これ今一生懸命集めてて、これまでの古い音からいろんなライブ音源までね、まあ、古いのはびっくりするほど古いやつをみんな持ってたりするよね、そう、びっくりするほど古いのを結構僕が持ってて金ちゃんも物持ちがいいんだよね、物持ちがねで結構ね、そのデビューしてからの音源は結構博士が持ってたりとか、
うん、あそっかそっかそっか、あとね佐都ちゃんが持ってたカセットテープとかもね結構あってね、カセットね、うん、カセットってねみんなまだ持ってんの？持ってる持ってる持ってんの、うん、だからその絶対にこの音源は取っておきたいっていうカセットはさ、うんうん、それは手放さないで、何回かほら引っ越したりするじゃん、うん、でこうなんかこうなんか段ボールとか入れてる、段ボールとか入れる、ね、段ボールとかこれちゃんと持って帰るんだ、うん、絶対なくさないようにって、なんかやっぱ引っ越してる間になんか これいいか聞かないかとか言ってなくなっちゃったりしたのがいっぱいあるんですよ、うん、なるほど惜しいね、なんかね、そうそう、ね、まあね、あのよくあるあるだと思いますけど俺だけじゃないよね、あのね小島さんにも聞いたね、小島さんもね、うん、一本もないって言ってた、そう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 だからあの昔で言うさダットって分かる？ダットね、デジタルオーディオテープだよね、そうです、瞬間的に出てくるんだよねこの人ね、いや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 、え、なんで言えるのそれ、ダットも結構大変よ、SD、うん、あ、いずれ詳しいからね、いろいろね、いや詳しくないです、音響のこととか ね、うん、ね、あのそういう4文字英語とか全然詳しくないです、いや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 、そのいや古い音源、いろんな音源をね、はいはいはい、今、はい、そうなの、がっつり今集めてまして、フィッシュマンズの歴史を音でたどる作業を今着々と進めてる感じですね、え、なそれと、うん、どうすんの、それは今いっぱいアーカイブをですね、うん、今僕がザックのところに持ってってます、マジで、それをじゃあどこかから、そうですね、今それを準備中、うわすごいね、そんなことできるんだ、まあ、準備中だから ね、あの詳細はこれからですけど、あ、そうなの、うん、うん、できたらすごいよね、いやだからちょっとゆずいもいろいろ協力してもらうことになると思うんだけど、まあ、うちはもうバダダンボール捨てちゃったけどねあ、でも音の確認とかさ、 ね、うんうん、その辺もしてもらって、うん、そうですね、なのでそうです、フィッシュマンズの歴史を音でたどるという作業をね今準備してますので、ちなみにさっきあのオープニングでちょっと使わせてもらったの ロングシーズンね、はいはいはい、うん、あれはね97年 の、うん、あの渋谷のクワトロで、うん、あのスタイルというイベントがあった時にあのペイブメントの前座で僕ら出たでしょあ、もうペイブメント自体を見てないから忘れてるけどね、ペイブメントの前座で僕らが出た時の、うん、音をちょっとエディットしてやってみました、うん、みたいな感じ、そんな感じですね、はい、それをこう完成させるというのがありますけれども、うん、じゃあちょっとゆずる、ここから大事な話、はい、あれこれはあ、これゆずる、俺出せってこと、ゆずるが出すんね、あ、フリップをね、ゆずるが出してください、探しますよ、探せって言われたんでね、これかな、来ました、ちょ、まだまだみんな見えてないからどうしようかな座るよ、座るこれか、いくよ、いい、いきますよ、はい、はい、どうぞ大丈夫ですか、ライブ決定というね、わあ拍手、ワンマンライブ決まりました、はい、これがですね恵比寿のリキッドルームで、はい、ね、あのリキッドルームといえば我々、去年ね、去年、CD でも再リリースされましたけれども、うん、若いながらも歴史あり、うーん、昔やったじゃないですか、新宿のリキッドルームで、まあね、あそこはね、ね、うん、3月の1日と2日にやったんですけど、はいはいはい、それから26年の時を経て、あ、そういう、ね、ちょうどね3月の1日と2日に恵比寿のリキッドルームで、3月1日2日だったんですね、ええ、そうなんです、全然俺はもうさおじさんだから覚えてないんだけどさ大丈夫、金ちゃんすごいよね、それを持っててくれば大丈夫です、そうね、はい、もう、はい、ということで恵比寿リキッドルームでフィッシュマンズヒストリーオブフィッシュマンズ開催決定、わー、ね、はい、ちょっと2日間に分けて今回は選曲を分けてみようかと、なんか盛りだくさんだね、それはね、そうなの、まだこれからリハーサルに入るんでね、もう、うん、結構大変になるかもしれないけども、じゃあこれ何、投資で見ないと全貌がわからない、まあ、そういうことになるよ ね、 ね、うん、そうなんだ、デイ1デイ2と、はいはい、あの年代で分けた選曲を今回してみようかなという感じで、
え、これ大丈夫なの？これ。ゆずるが驚いてる感じいいですね。いやだって驚きますよ。そんなライブあります？じゃあ2日間こうねチケットを買えないといけないわけですね。まあね、はい、買ってほしいですねそこはね。はい、はい、インフォメーションですけれども。インフォありますかなんか。ライブチケット。はい。本日この後から先行受付開始。この後？この後開始します。はい。ゆずるは本当に何も知りません。本当に何も知らないおじさんだから。この後が売るの？そうですね。そしてこのライブ 2days ともにライブ、生配信しますのでそちらの方もよろしくという感じで、配信チケット 2days 投資券というのもね、うん、期間限定で今ゆずるが心配してた2日間見なきゃっていう ね、 そうだ ね、 ね、会場来れない方はあの配信チケット 2days 投資券というのも期間限定で発売しますということです。至れり尽くせりです ね、 なんかね、面白いね、安心しましたね。はいはいはい、なんかもうゆずるとやってるとあもうなんとかなるなみたいな気持ちになると思いますよ。もうねこれからリハーサルに入りますけども ね、 ね、 ねえすごい。でもちゃんとね91から94の人、うん、95から98の人、そうです、分かれてますね。分かります ね、 ねえ頑張って準備してお届けしたいと思いますので皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。あもう何いっこちゃん帰ってこないの？あいっこちゃん、あ、うん、なんか質問事項ある？うん、そんなのもういろいろね、いろいろ、うん、見てくれてる方からメッセージが、むつきさんからお二人に、はい、好きな人にハグしてもらうにはどうしたらいいでしょうか？あこういうのはゆずりに聞いてみましょう。ね、どうしたらいいですか？え好きな人にハグしてもらうには、うん、そうですね、やっぱ素直になるのが一番じゃないかな。なんで笑われたか分かんないけど。いやゆずるからね素直っていう言葉が、いやいいんだけど。俺別になんかその素直じゃないとか売ってるわけじゃないですけど、うん、はい、いいですね、素直になると。素直になる、うん、あまだいい、大丈夫ですか？もう一つぐらいいきますか。お二人が出会った頃に感じた、うん、あこの人才能あるなと感じたられたどのくらいから感じたのでしょうか。今世紀最強のリズム隊の経緯興味大です。あらあゆずる二人のこう二人がそれぞれってことね、バンドを組んだ時かな、うん、ああうん、ずいぶん昔ですけれども僕がゆずるを誘ったんですけど、ね、そうゆずるはね、あれなんですよ、他のバンドにいたりとか、あとねこうそのソングライツって映画見てくれた方は知ってると思うんですけれども、僕らが大学で一緒になったサークル、音楽サークルがあって、ソングライツでこうなんかね水曜日とかに適当にセッションしてどんなプレイする人なんだろうなっていうのを見る機会があったんですけど、水曜日だっけね、ゆずるのねベースのキレがめちゃめちゃ良くてね、なんかねそうなの、ドゥティト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 ゥってこう、その曲おーとか思って、やっぱこういう人いるんだなと思ってね、ありがとうございます。いや、はい、結構ねあの頃のゆずるはねあれですよ、あのメンズノンノの表紙とかに出てきそうな、すんごいおしゃれな感じで、小島さんが言うようなこと言うのやめてくれる。いや本当に本当にで、お前車持ってるって言うんでしょ。なんだ持ってないのかって言われたからね最初ね。いやいやいや、うん、本当当時ね東戸塚のゆずるの、お家とかにね遊びに行って行きましたね。でそうこの曲を今度リハーサルでやるからちょっと準備してくれるみたいな感じで、うん、そう言いながらファミスタとかやってたよな一緒にな。ゲームしましたね。しましたね。しましたね。うちのよく白黒テレビでよく一緒にゲームしてくれたよね。いくらでもやったね。うん、ファミスタやってもだからチームが分かんないからな。もう色が全部灰色だから。かんね、本当に分からないからな。なんかゆずるの作ってくれた食べ物を俺一人で食べちゃったりとかみたいなね。あ、そう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 ね。いろいろ本当にご迷惑をおかけ。懐かしいですね。はい、もう早そこから30年以上の時が流れてますけどもね。本当に、ね、1987年だもんね。87年だね。87L だからね。僕たち学籍番号ね。明治学院大学ということで本当に。うん、なので、結構時が流れたので、うん、あの元
健康に健康にね健康が大事ですね、はい、ほんとね、はい、あでもほんと今日はゆずるが復活してくれてよかったよ。よかった、ね、まあまあもう復活しねえんだけどさ、おじさんだからさ。いやいや、もうここにこの来て演奏してくれるだけで本当にずっと演奏一緒にしてくれないと困りますよ本当にね、はい、そろそろライブ床にいっぱい、ね、やりますけども、あごめん答え言うの忘れた。最後にロングシーズンなのあーあーあーとなっているのは誰なのか、関さんにやってもらおうと思って俺忘れてた。ずっと気になってますのお答えお願いします。いいのっぽいな、お願いします本当に、はいはい、あれはね、あれは関口さんじゃなくて佐藤ちゃんの声です、はい、あれはうん、ああいうネタを僕らは普通にリハーサルスタジオでこうマイクから僕が使ってるサンプラーに普通にサンプリングしてその場で取り込んで、うん、ロングシーズンって例えば BPM が92なんだけど、まあ92のテンポをちょっと聞いてもらいながらあーってこうさっちゃんがやってるんですけど、あれは、はい、そういうのをこう取り込んで音に出したりとかしてる、そんな感じですかね、うん、やってましたね。やってましたね。他にも鳥の鳴く、鳥の羽ばたく音が欲しいねとか言って、うん、どうやろうかっつって、うん、結局みんなやってたのはこういう A4 のコピー用紙をパツパツパって振る。そうそう、でも実際あれ使ってるね、ライブでね使ってる。なんかなんだっけ、当時のピースオブフューチャーのイントロとか、うん、あとオースライムのイントロとかになんか使った記憶があるね。 あとなんか、うん、アンコイナとか言ってたよね。そうそうそう、ね、だ結構本当に原始的に、うん、もうみんなでリハーサルスタジオでマイクに向かってとかいう感じでやってましたね。本当に人力でやってました。バカでしょ、バカでしょ、はい、本当に最高です。でもそうだね、あーあーあーとかさ、そういう声ネタとかを結構そんな風に原始的にやってたとか言ったりするのも結構なかったんで、今まで初めてじゃない、ね、こんなこと喋ったりしないよね。ねえ、かっこ悪いもんね。いや、まあ、でも時が流れると逆にそんな原始的なんだっていうのを面白がってもらえるかもね、うん、まあ、この質問、ね、面白いですね。いい質問来ますね、うん、いい質問しましたね、はい、ね、来ましたね、はい。そしてなんだ、いろいろ、ね、質問もありがとうございました。ありがとうございました。投げ銭も、投げ銭もありがとうございます。なんかたくさんいただいて、49,800円だそうです。え、49,800円。さっき俺見てたら1万円入りましたとか出てて、うわすごい、やったーと思ってよく見たら1万ウォンだったんで、ウォンもありみたいな、ウォンもあった。100円ぐらい、ありがとうございます。いやー、そ盛り上がるね。盛り上がった、うん、ドーンって5桁来て、うん、あすげえと思ったら、あれ W って書いてあるさ、頭にみたいな。1万ウォン、ありがとうございます、ね、こうして、ね、入ったりすると盛り上がるんだけどね。誰か声、あ、アンコイナの次はなんて言ってんの。あ、私も知りたいです。あれはアンコイナテケノイナ、あれ誰と言ったっけ、博士と言ったんだっけ俺、うん、それだっけ、うん、だよね、博士とゆずるで最初、うんうんと、うん、なんて言ってんの、オークライムに入ってる、オークライム、オーマウンテンに入ってるオークライムね、うんうん、あ伸びない、あれはあれの種明かしはじゃあ博士がしてくれます。博士ネタですかね、はい、あれ出ますか、来ないんだ、あ来た来た、あ博士来てくれた、あどうもどうもどうも、うんうん、あれはね最近判明して、うん、アンコイナとテキノイナとおーウォキナって、おお、それ何語なの、何、それはね、うん、あの元ネタがね、うん、最近判明したんだけど、ここで言うとまずいのかな、まずいんだ、ちょっと危ないかも、まずいんだ、一応やめとこう、あのね最近確かに、まあ、いつか意外な展開になるかもしれないね、うん、そうそう、あれあれちょっとやばいのかな、どうしようか、あれ使ってないよね、大丈夫、近畿はちょっとほらテレビとか出る身だから、うん、だやばいかもしれない、いやいやいや、うん、またいずれ、あのまたいずれ、今度またいずれ、事故が来たら、ね、次のオリンピックの時にじゃあ、ね、はい、何年後だ。はい、すごいですね、こんなことも初めて喋ってますね、喋ってますね、ね、面白いです。そう、アンコイナ、テケノイナ、おーワキナーね、いまだになんて言ってるかは意味も分かんないし、あの、うん、感覚でやってるよね。そうだね、うん、ただこういう発音でってのは決めてるっていうかね、うん、はい、そういうことです。もう本当に覚えてないし、まあ、前負けってことね、はい、くるくる回ってるか何かと思ったら、マネージャーからもう
もうトークはこの辺で、あれ今日なんかもう あとこの後あるんでしたっけ、北譲るらしい展開だな、はい、はい、この後はですね、場所をちょっとそちらに移して、あ、なんか演奏するという、広いテーブルにやろうか、あ、演奏ね、広いソファーの、ね、行きましょうか、この歌懐かしいねやってないっすよ最近 ねそういう懐かしい音源も ね あるんで、そっちの方も楽しい、ね、はい、いろいろそっちの方も楽しみね、あの、はい、アーカイブ音源の方も楽しみにしててもらいつつ、そうですね、一番最新の演奏をこれからしたいと思いますので、じゃあ、場所を移動しましょうか。年末よりフィッシュマンズの新しいグッズもね、フィッシュマンズストアにラインナップされているので、そちらの方もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします、ね、はい、じゃあみんな喋ってくれたので、ここからはライブの準備をしたいと思います、うん、大丈夫、ちょっとあれかな、ちょっと、待ったりするの、あ、もうこの後あのちょっとブレイクしながら、僕らはブレイクしながら ねライブの準備をしますかね、うんうんうん、10分ほど、10分ぐらい、10分ほどお待ちください。はい、ね、ゆずるも、ちょっとずつ元気になってます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、後ほど、はい。